天皇にとっては軍人っていうものはどしがたいという、憲法って何だろうっていうことを統帥体験がある自分にも抑えられないのかっていう、この悔しさだと思いますね。なぜ無謀な戦いに。でもおそらく皆さんも感じてらっしゃると思うんですけれども、つまり軍の下克上、ギリギリで戦争に勝った日露戦争、そういう歴史を忘れて満州事変以降10年間突き進んだわけですね。となった時に天皇としても驚くような形で陸海軍が日本国家をこう戦争に引っ張ってっているっていう、もう取り戻せないわけですね。冷静になろうよって言っても冷静になれない国民世論があったっていうことだと思いますね。だから何なんだろう、これは止まらないんでしょうね。